ショータイムをご覧の皆さん、こんにちは。今回でカグラムス第14回ということで、早いもんですね。早いもんですね。はい、ということで、今日の私たち MC は、私、ナオト秋山マンソンです。がお送りします。よろしくお願いします。ちなみにですね、今日ですね、はい、あれですよ、新章でこう、はい、私たちこうお届けしているわけなんですけども、はい、いいっすね。どうですか今回。今回結構好きっすね。やっぱし今まで歴代ね、うん、いろんな衣装を作ってきたんですけど、はいはいはい、別になんか別にじゃないっすね。すごい好きですね。今日はなんつうか、はい、今回はですね、ちょっとシックな感じで、はい、こうカグラ全体的に攻めたって感じなんですけども、はい、まあ大人な雰囲気も出しつつ、これからまたいろいろなものを見せていけたらなと思っております。 そしてですね、秋谷さん、はい、この衣装ですね、はい、私たちね、これ新衣装着てるでしょ、はいはい、そうです。これ何の新衣装、これさ、実はですね、これはですね、ちょっと言わせて横目からですね、ニューシングル、はいはい、誓いの月の衣装でございます。おっと、はい、とうとう行っちゃいましたね。行っちゃいましたよ。そうです、この誓いの月の、はい、これいつ出るっていうこれです、ね、ところですかね。これ2006年2月の1日です。1年ぶりです。ありがとうございます、はい、そうですね、はい、本当1年ぶりですね。これねえ、これでもね、本当そうですね、まあこの2006年2月1日に出ますけども、はい、まあね、はい、タイアップなんかね。そうですね、はい、初ですね。そうです。それ何ですかね。アニメのタイトル、秋谷さんお願いします。これですか。これですね、びっくりします。はい、筋肉マン2世です。グッバイグッバイですよ、まさに。それは有名なんですかね。これはですね、まあ有名、今の、はい、10代の子たちは、10代の子たちは多分筋肉マンってなんだっていうふうになると思うんですけども、はい、まあ、これをきっかけに、この筋肉マン2世っていうアニメを知ってもらってですね、はい、まあ2世っていうのはですね、ここちょっと語っちゃうんだけども、はい、語ってください。もうあれですよ、はい、筋肉すぐるっていうね、主人公がいたんです昔、はい、それの筋肉すぐるが、はい、ある人と結婚してまして、はい、そのできた子供が2世。名前は何ですか。筋肉万太郎です。ベタですね。万太郎、筋肉万太郎。俺は読者なんで。読者なんです、はい、知ってるんですよ。そうなんですよ。筋肉マン、俺の世代だと、うん、ギリギリ俺も結構あんまりストーリーは。あ、そう、結構人気らしいですね。そうだね。筋消しってのは知ってるんだけど。あ、そう今じゃ金消しなんてレアですよ。レアですよ、うん、一体3万円とかするの、うん、するんじゃないの、知らないでしょ、多分もうそういう戦い系のアニメなんですけども、それのエンディングテーマの、はい、私たちカグラ誓いの月が流れるので、はい、そこの辺も、そうですね、楽しみに、はい、この絵とね、こう曲のリンクがするこのね、カグラの、あ、どうなるんでしょうね、これ。どうなるんですかね。俺ら出るのかな。出るの、俺ら出ないね。出たらおかしくなる、ね、おかしいね。ここに肉とかかけないよ、俺ら。ね、はい。というわけで、今日のね、映像コーナーですね、はい、潜入、誓いの月レコーディング風景&、なんだ、写真撮影風景と出しております。なので、ちょっとニューシングルのね、雰囲気を、ちょっと出しつつ、皆さんにお届けしたいと思います。はい、それでは、どうぞ。一度は見たことあるかなっていう代物なんですが、まあテンションですね。かわ
テンションだ。テンションを置くことによって数値が見れるわけですよ。でそのテンションを覚えておけば大体その中に呼びに合うっていうことですね。あ、どこがどれぐらいのっていうのが分かるんだ。ここが要するにあれで針で置くとこのテンションがいくつぐらいなんだっていう、その均等にしてあげればテンションが今こうなってるじゃないですか。これをこう上げると上がるんですよ。わかります？あ、本当だ。で、僕も最近知りました。なるほど。Yeah.
ただいま、すみません、タバコ吸いました。吸ってません。だってもっとない、それをプレビューします。これは吸ったうちには入りません。すごいですね。もう、まずですね、まあ、これ見ての通り、スーツ調なんですが、このスーツを作るにあたって、ちょっとシックな格好いい感じのプラスアルファっていうところで出来上げたなという考えみたいに作ってきたわけですが、まずはですね、石くんの衣装を皮切りにというか、まずはデザインを上げてからこのデザインを吸い寄せていくような形で布の衣装ができました。ちなみにですね、この衣装は形としてはですね、幻影の形の時に着ていた衣装をさらにパワーアップさせた形となっております。あ、僕聞きたいことがあったんですけど、これ誰に言ってるの？画面を見てるそこの君に、よく、ファンの子はコスプレをします、してくれます。どうやってこう形を盗むって言ったらおかしいですけど、まあ、似せて作るのかな。一応写真とか見ると思うんですけど、平面じゃないですか。すごくいつも不思議に思ってるんですが、よかったらそういう謎とかもメールをいただけるとこれ幸い。
お疲れ様です。あのですね、今回、まあ、レコーディングね、はい、秋田さんどうでした？どうでした？誓いの月とかね。誓いの月はカプリングの曲とかね。ああ。やりましたよね。そうですね。うん、今回は、うん、今回はですね、うん、あの撮り方の順番を変えたんですよ。あ、そうですね。そうです。うん、あの前回3で選ぶんで、はい、最後のクールの時にやった方法なんですけど、はいはい、ね、俺らが先に撮るっていう、そうだ、ね、斬新なアイデア。そうなんですよ。今回なのでね、あの大変だったのは泉だけですよ。後の弦楽隊はすごい、はい、あのね、そうですね、リアンプというね、はい、こう最新技を使いましてですね、はい、なんか自宅でね、うん、のんびりのんびりじゃないけど、そうだね、ストレスなく、そう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 、そうなんですよ。普通はやっぱりあのレコーディングにね入っちゃうとやっぱちょっと緊張して、ちょっとプレイがちょっと緊張してっていうふうなのもありつつなんですけども、家でやるっていうこの環境はすごい素晴らしいことで、あの私たちこの弦楽隊にとってはすごい環境のいい場所なんですよ。そうなんですよ、ね、ましてや真の家で着々と、あ、アッキーは自分の家で撮ったもんね、はい、そうなんですよ、まあ、そういった撮り方をしつつですね、まあ、あの今回あのレコーディング中にその大したこうエピソードっていうのはそうですねなかったんですよ。てかいなかったあんまり、あ、スタジオに。そうだね、ドラム撮りだけだったんで、うん、だから泉のすげえ疲れてるシーンっていうかがすげえねえ、そこがすごい印象的で、こうやっぱ今回のレコーディングっていうのはあの意外と時間があったようでなかったっていう。そうですね、だからリズミの方がね、ちょっといろいろ大変だったと思うんでね、その辺はあのリズミさんに、あのリズミ頑張ったねっていうメールをね、はい、正体の方にどっしどし送ればいいじゃん。あ、カメラのホームページにも送ってくれればいいじゃん。あ、俺にも、いや、Me too Me too で、はい、ということでですね、あの今回、はい、メールが3つ届いております。はい、まず私から、あ、読んでもいいですか。はい、はい、メール、フロームクリさんからいただきました、はい、ありがとうございます。神楽の皆さんこんにちは。神楽の巣毎回楽しく拝見させていただいております。先日皆さんのサインを見かけたのですが、たまに隅の方に落書きされていますよね、うん、そこで絵心クイズはいかがでしょうか。なかなか面白そうだと思うのでぜひお試しください、ということでですね、はい、なんだこれ、エゴボールクイズやるってことかい。やるってことじゃないですかね、これ。はい、じゃあやってこれ。二つ目読めば、そんなふりでいいよ。じゃあ二つ目読みます。いいよ、メール2です。はい、メール2、そのまま読んじゃった。プロムエミさんから来ました。ありがとうございます。こんにちは。神楽の巣毎回欠かさずチェックしています。今回はぜひ神楽さんにやっていただきたい対決があるので、うん、メールしました。それは絵心対決です。はい、お題、カッコ、キャラクターや人物等をイメージで描き、一番本物に近い絵を描くことができた人が勝ちという、はい、どこぞやで聞いたことがあるような企画です、はい、皆さんの絵心センスが光って面白いと思います、うん、ということですけど、あのね、絵心クイズっていうのはね、俺時々あの見るんですよ、テレビで。はいはい、某某テレビで。テーマで、すんげえ自信あるわけ、これ。ほんとに？うん。例えば、動物はちょっときついけど、例えば何かのキャラクター、ああ、そうだ、もうすごいパーってこう、パッてこう浮かぶわけ、パッて。するね。うん。それだけ、あの、回転が早いから、俺の頭の。確かにね。うん、アホのところね。そうなんですよ。これはですね、ぜひとも、そうですね。これはやっていきたいですね。ぜひともね。はい。でも、ちょっと危険。じゃないですかね。危険ですかね。見せられない絵とか。俺らはいいと思うんですよ。うん。わりかし。そこはあのショータイムさんのこの腕に。そうだって。本当にこれなんだこれっていう。そう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 。計画してますよね。はい。というわけでですね、はい、この企画はですね、年明け、はい、2006年にお届けしますので、はい、楽しみにしていてください。はい。はい。ちなみにですね。はい、あの、うちわの季節も過ぎてしまったので、うん、あ、こっちね、はい、うん、今日メールを紹介 した、うん、クリさんとハルさんには、はい、新しいグッズを、なんでしょう、なんでしょう、
何になるのかわかんないですけど、はいはいはい近日中に番組内で、うん、多分お知らせがあると思います、はいはいはい、こちらも楽しみに待っててください。いや、この新しいグッズは多分あの長谷さんの方もすごい力で出ると思うから。マジですか。すごいね。なんだろう、多分結構あの なんだと思う。多分ね、知らねわかんねえわ。なんで全然予想つかない。多分近くなのかな。俺は違うんだ。多分違うんだ。もっと多分もっと素晴らしいものが素晴らしいと思う。グッズでもらえると思うんでね、楽しみにしてください、はい、ということで、次回カグラの巣第15回は、12月22日の公開であります。それではお楽しみに、はい、ということで、今回私口ナオトはアキヤとアキヤマンソンがお送りいたしました。さよなら。